タイヤメーカー大手のブリヂストンは、ロシアの軍事侵攻の影響で現地での部品の調達の見通しが立たないなどとして、ロシアでの生産事業からの撤退に向けて検討を始めたと発表しました。続きを読む。ブリヂストンはロシア中部のウリヤノフスク州にある工場で2016年から乗用車用のタイヤを生産していましたが、ロシアの軍事侵攻の影響で今年3月から生産を停止していました。会社は現地での部品の調達が難しく、生産再開の見通しが依然立たないなどとして、工場と販売会社を現地の事業者に譲渡し、ロシアでの生産事業から撤退する方向で検討を始めました。工場と販売会社で働く合わせておよそ1000人の従業員の雇用についても譲渡先の企業に引き継ぐ予定だとしています。会社によりますと、ロシア事業の売上はグループ全体のおよそ 2% だということです。日本のメーカーの間ではトヨタ自動車がサンクトペテルブルクにある工場の閉鎖を決めたほか、マツダもウラジオストクにある工場での生産を終了する方向で合弁相手の現地企業と協議に入るなど、ロシアでのビジネスを見直す動きが相次いでいます。